第二次世界大戦太平洋戦争日本本土の戦い日本本土空襲八万空襲八万空襲は第二次世界大戦中の1944年6月16日未明アメリカ陸軍航空軍第58爆撃団の戦略爆撃機 B-29 が行った初めての日本本土空襲九州北部の官営ヤワ製鉄所を第一目標とし 計7 5機の B-29 が出撃、うち47機が矢渡しなどを爆撃した。製鉄所の被害はごくわずかだったが、爆撃は北九州5都市に及び、270名以上が犠牲となった。米軍側報告では、作戦中の事故で5機の B-29 が損失、2機が日本軍機により撃墜とされた。これに対し、 日本側報告では、撃墜6機撃破7機日本側被弾機1機と報じられた。目標の八幡製鉄諸クスロへの命中弾はなく、空襲自体は不守備だったが、同日サイパン島に、米海軍の上陸を許したこともあり、大本営は、八万空襲の方に衝撃を受けた。一方で、アメリカや中国では、この空襲の成果が、大々的に報道された。 作戦中 B-29 の収集した情報によって日本本土の防空体制の脆弱さが明らかとなり、その後の大規模な本土空襲の発端ともなった。八幡市は1944年8月20日に中国から飛来した B-29 によって2度目の空襲を受け、さらに翌1945年8月8日の3度目の空襲では、 マリアナ諸島基地発の B-29 が、小夷弾爆撃を行い、理災者数52,562人、理災個数14,000個死傷者は、約2,500人の壊滅的な被害を被った。アメリカ陸軍航空軍による、最初の日本本土空襲は、1942年4月18日、空母、 ホーネットから発刊した16機の B-25、総発中型爆撃機が東京などを爆撃した同リットル空襲である。この空襲による日本側の損害は軽微であったが、アメリカ国民の間には大きな反響を呼び起こした。日本軍は本土が空襲されたことに危機感を覚え、本土基地の防空用戦闘機の奇数を増強し、また、 太平洋戦域において構成に出ることで対応しようとしたが、それも6月のミッドウェー海戦での敗北により、頓挫した。一方のアメリカ陸空軍も、この空襲の後 B-29 が運用可能となるまでの間は、他に中国内陸部の基地から日本本土まで往復するのに十分な航続距離を持つ航空機がなったため、 日本本土へ空襲を仕掛けることはできなかった。B-29 の運用開始には困難が伴った。機体の設計は1940年初頭から始まり、最初の試作機は1942年9月21日に完成、スーパーフォートレスのニックネームを持つ、この機体は第二次世界大戦中最大の爆撃機であり、 当時最大の爆弾搭載量と最長の航続距離、また強力な防御砲火を誇った。また余圧室や機銃砲塔の遠隔操作、火器管制装置といった当時の最新技術が導入されている。アメリカ陸空軍は初飛行に先立って B-29 を1664機発注したが1943年2月18日2機目の 試作機の墜落で開発にさらに数ヶ月を要することとなった。一方でこの間に機体設計上の問題は少しずつ改善された。1943年6月に設立された第58爆撃弾はアメリカ陸空軍発の B-29 運用部隊であったが実際の機体受領は10月になってからであった。B-29 配備の遅れと 機体トラブルで爆撃航空団は訓練スケジュールにも支障をきたすありさまであった。なお、B-29 が実戦配備可能となったのは1944年3月後にバトルオブカンザスと呼ばれる戦闘に即応し得る機体を生産する計画が始まってからのことである。 1943年末、アメリカ軍統合参道本部は、インド基地及び建設予定の中国大陸基地に B-29 を配備し、日本本土及び東アジア方面へ戦略爆撃を行う計画を承認した。マッターホルン作戦と命名された、この戦略爆撃計画の実行にあたっては、インド東部ベンガル基地から出発した B-29 が、 日本爆撃の際に給油を受けられる、よう、連合国軍の貨物輸送機によって、中国内陸部の生徒近郊に大規模な飛行場建設が必要とされた。1943年12月、作戦遂行の任務を受けた第20爆撃集団は、アメリカ本土からカイロインドへと移動、さらに1944年4月には、 B-29 前期の作戦行動を監督するために第2空軍を編成前例のない手段ではあったがアメリカ陸軍航空軍司令ヘンリー・アーノルド大将はこの部隊をペンタゴンから指揮した。なお、第20爆撃集団の主力である第58爆撃航空団は4月にカンザス州からの移動を開始したがインドに到着したのは5月中旬だった。 この部隊は、出発時にはまだ訓練途中だったが、新設されたアメリカ陸軍、航空軍爆撃航空団の中では最も経験を積んだ部隊であった。1943年11月、回路階段左から小介席、ルーズベルト、チャーチル1943年11月の回路階段において、アメリカ合衆国大統領フランクリン・ルーズベルトは、 イギリス首相、ウィンストン・チャーチルと、中華民国国民政府主席、紹介席に、マッターホーン計画を提示、計画への協力を要請した。この中でルーズベルトは、紹介席に対して、B、B-29 が、実戦配備されるはずの1944年3月末までに、生徒周辺の飛行場建設を完成させるよう、要請した。要請を受けた。 翌月の1943年12月、四川省首席バリ軍は、生徒で緊急会議を開き、四川省29県の県庁ら関係者を鼓舞すると、共に、いか飛行場建設のための特殊工事計画の概要を伝えた。当時中国は、近代的な設備が乏しかったため、建設工事は、天秤棒や一輪車などを使い、スコップ、鶴橋だけで、 掘削作業を行うなど、建設工事はほぼ人力で、滑走路転圧のための10トンローラーも人力で引くなどされ、工事作業中の怪我や病気で多くの死者を出している。1944年4月、飛行場建設工事はほぼ完成。4月24日、インドのカラグプールを経った2機の B-29 が、初めて中国に飛んだ。 生徒の交換飛行場に2機の B-29 が着陸するとまだ工事の最中であった何万人もの中国の民は観光をもってこれを迎えた中国大陸の B-29 基地及びマッター保温ー作戦における爆撃目標中国大陸基地に集積された燃料1944年5月インドに進出した第20爆撃集団は ケネス・オルフ順将の指揮の下日本空襲のため様々な準備を開始。真っ先に取り掛かったのは、中国基地への燃料の備蓄である。1944年末まで、アメリカ陸空軍輸送司令部は、零下の輸送機を第20爆撃集団のために使用することはなかったので、中国全身基地までの燃料等の補給は、第20爆撃集団の輸送機と、 B-29 地震で行う必要があった。しかしながら、この方法で中国日本往復の1気分の燃料と備品を備蓄するには、インド中国間を12往復する必要があり、また半プを超えての平坦行動となることから効率が悪く、結果、作戦開始に十分な燃料を備蓄するには、当初の予測以上の時間がかかった。さらに、 B-29 の技術的問題、特にライト R-3350 エンジンは、信頼性にかけ改良の必要があったため、機体の運用に支障をきたしていた。1944年6月5日、第20爆撃集団は、初の空襲を行っている。この日98機の B-29 が、インド基地から発進し、 今後の日本及び東南アジア爆撃を見据えたドレスリハーサルとしてタイのバンコクを空襲した。与えた損害はわずかであり、5機の B-29 を機体のトラブルから失ったが、第20爆撃集団は爆撃機搭乗員が有益な戦闘経験を積んだことと B-29 の運用に関し実践のデータが得られたことから、 作戦は成功したと評価した。1944年6月6日、アーノルド司令は、統合参謀本部から、一刻も早く、日本本土空襲を行うようにとの要請があった、ことを、ウォルフ准将に伝えた。日本軍に押され気味の中国軍を、苦難から解放し、また、サイパンの戦いを支援することが、マッターホーン作戦の最終目的であった。また、 統合参謀本部は6月15日と20日に出撃する B-29 の奇数についても明らかにするよう求めた。当初日本本土への空襲は6月23日を予定していたが、これは100機の B-29 を運用するのに十分な支援物資が中国内で手に入ると予測されていた頃の予定であり、物資の備蓄に手間取っている現状ではこの数字を 達成するのは困難であった。ウォルフ准将は、6月15日であれば50機の B-29 が、20日であれば55機が、作戦投入可能と返信したが、アーノルド司令はこの機数では、少なすぎるとして6月15日の爆撃には、最低でも70機出撃させるよう命じた。この命令を受け、第20爆撃機集団の B-29 と、輸送機は、 より多くの燃料を中国基地に移動させるため、中国基地での戦闘機による戦闘行動を減らすなどして集中的な燃料の確保を図った。同じ頃地上整備員は B-29 の機体の信頼性を高め、一機でも多く運用可能な状態にするために整備に励んだ。爆撃目標には、生徒から 2600km の距離にある、 九州北部の工業都市や幡市が選ばれた。これは、第20航空軍司令部が1944年4月1日に、下した、日本の鉄工業及びコークス製造業の壊滅を、戦略爆撃の最優先目的とする決断による、ものである。八幡市内の官営八幡製鉄所は、当時日本全体の圧延工の24%を、生産するなど、 日本の鉄工業において、最も重要な施設であり、三つのコークスロがあったが、そのうち最も大きな、東田のコークスロが、B、B-29 爆撃の第一目標となった。また、牢用は重要な工業工であったため、第二目標とされた。なお空襲は夜間行うこととし、燃料節約のため B-29 各機は、変態を組まず、 ここに爆撃をすることとした。B-29 は爆撃機としてヨーロッパ方面に配備され、CBI 戦域では輸送手段としてのみ使用されるといったおとりの報道を流すなど、米軍による入念な情報操作をしたにもかかわらず、日本軍は B-29 がインド及び中国の基地で爆撃の準備をしていたことを察知していた。さらに、 中国に潜伏していた日本軍工作員は、すべての B-29 の動きを把握し、報告していたため、仮に日本への空襲があっても、本土到達の数時間前に察知が可能であった。日本軍情報部は、この銃爆撃機は、兵隊準備が整い次第九州北部の軍施設を、夜間爆撃すると推測していた。 なお1944年4月26日には中国とインドの国境付近で日本陸軍一式戦闘機春2機が B-29 と初抗戦して危機に損害を与えている。1944年初頭 B-29 による本土空爆を予期した日本陸軍は中国及び太平洋戦線に配備された。 航空機を本土防衛のため内地に移転させた。1944年6月、8万は日本陸軍西部軍の守備下に置かれ、飛行第4戦隊及び飛行第59戦隊を、霊下に置く、第19飛行団が編成された。第4戦隊は、山口県小月飛行場を拠点とし、西木福座戦闘機。 トリュー35機が配備され、うち6月中旬の時点で戦闘に即応できた25機は、飛行団の中でも最も熟練したパイロットに回された。第59戦隊は、福岡県芦屋飛行場に編成され25機の3、式戦闘機、飛燕を運用することとなったが、6月中旬に、実戦で稼働できたのはそのうちたった7から8機であった。このか。 八万を含む九州北部地域は、対空砲と、防空気球で、防備されていた。また、早期警戒のため、レーダー基地と監視網も、備えてあった。第19飛行団編成の初期目的は、九州北部の工業施設、特に、八幡製鉄所を防衛することであり、防衛計画上、八幡上空に戦闘機を、集中待機させ、 この空域から遠くへは移動してはならないとされた。第19飛行団は、こうした柔軟性のない戦闘配置には不満であったが、実際出撃可能な戦闘機が限られ、また夜間戦闘を支援するサーチライトが、軍の重要視する施設のあるヤワタを呼び、九州北部にしか配備されていない状況では、作戦行動に制限があるのは、やむを得ないことであった。なお空襲前、 第19飛行団は、味方対空降車砲との共同訓練を計画し、また警報への対応と、夜間飛行の演習を兼ねた訓練を実施している。1944年6月13日、第58爆撃航空団所属の B-29 は、インドから中国全進基地への移動を開始し、6月15日までに83機の B-29 スーパーフォートレスが、生徒周辺の4つの飛行場に到着した。だが中国に到達することができずに、インドへ引き返した機体が少なくとも12機あり、その他墜落し、搭乗員全員が死亡した機もあった。B-29 はおのの空襲用に500ポンド爆弾に4発分を搭載した。この時、対象8名を含む、 多数の参謀将校が視察のためと称して生徒基地を訪れたが空襲に参加することは許されなかった。その一方ジャーナリスト8名と報道写真家3名が B-29 に登場している。なお、当時アメリカ陸軍航空軍には直近の日本の工業地帯を撮影した写真がほとんどなく、 八万空襲のブリーフィングで使用した地図と写真は10年以上前の1920年代後半から1930年代前半のものであった。6月15日16時16分、B-29 は基地から離陸を開始した。第58爆撃航空団のラベーヌ・サンダース順将が作戦式を取った。 出撃75機のうち RE ヒューズ隊員の指揮する1機は離陸直後に墜落し、さらに4機が機械トラブルで引き返しているが、残り70機は沖諸島を経由し、一路州八万を目指した。第58爆撃航空団の4部隊は、それぞれ2機の B-29 を先行させ、その後ろを飛行する後方を取った。この後方は、先行機が、 滝の飛行目標となり、またその作り出す気流に乗って燃料を節約するためであり、イギリス空軍が欧州戦線で採用したものである。爆撃隊は中国の日本陸軍及び陸軍航空軍によって察知された。爆撃機が九州北部へ向かっており真夜中に現地に到着するとの報告は日本陸軍第19飛行団にも伝えられた。その後、 シェジュ島のレーダー基地と監視所は、現地時間の23時31分から0時30分にかけて爆撃機を捕捉した。空襲警報は0時24分に発令され、その3分後には、飛行第4戦隊の24機のトリュー戦闘機が北九州上空警戒のため離陸した。第59戦隊は夜間作戦において、 第4戦隊と夜間戦闘の共同訓練をしておらず、運用する機体、飛炎には機械的問題があり、また出撃することでア、足ア飛行場を発見され、逆に攻撃することも恐れられたため緊急発進を見合わせた。6月16日0時38分、B-29 は、ヤワタ上空に到達しおよそ2時間にも及ぶ爆撃を開始した。 だが市街地にはすでに10日管制が敷かれており、さらにこの晩は街全体がもやに覆い隠されていたため、爆撃目標を視認できたのはたったの15機であった。残り32機はレーダー照準爆撃を行った。なお、八幡以外では2機が老陽光に爆撃しており、また別の5機は臨機目標への爆撃を行ったため、 この空襲での爆弾総トン数は107トンになる。また、最初の爆弾が投下された後、作戦の定時連絡をワシントンの第20司令部にしているが、この時アーノルド司令は、ロンドンにいた。爆撃隊が受けた、対空砲火は激しいものであったが、あまり正確ではなかった。また、八幡周辺に、配備されていたサーチライトはほとんど役に立たなかった。 第4戦隊の戦闘機は B-29 を1機撃墜したが、そもそも空戦に持ち込むこと自体が困難であり、迎撃はままならなかった。空襲後の中国基地への機関飛行は、概ね良好であった。1機がエンジン部長のため中国河南省の内郷飛行場に着陸したところ日本軍機の機銃装者を受け破壊された。中に2機が墜落し、 搭乗員全員と同乗のニューズウィーク式者が死亡している。この空襲でのアメリカ側の総損害は B-29 を7機損失、さらに6機を敵対空砲美で損傷し、搭乗員57名とジャーナリスト1名が死亡している。なお空襲から数日の間、多数の B-29 が燃料不足のため、 中国内に足止めを余儀なくされ、ウォルフ巡視が第312飛行隊から5万7000リットルの燃料を借りることでようやくインドに戻ることができた。この数日間は燃料がほとんどなく航空機の出撃がほぼ不可能であり、日本軍の報復攻撃に対して非常に脆弱な状態であったが、日本軍は何の攻撃もしなかった。この空襲によって、 ヤワタ製鉄所が被った損害は皆無と言っても良いほどであった。空襲から2日経った6月18日、アメリカ陸空軍第14空軍は攻撃目標の状態を確認するため航空写真を撮影しているが、これらの写真によると製鉄所の敷地内に落ちた爆弾はたったの一発で、それも最も近いコークスロから1100メートルも離れた。 発電所に着弾したものであった。同様に、小倉陸軍造兵将や他の工業施設及び、市街地の建物もほとんど空襲による被害を受けていなかったと報告された。アメリカ陸軍航空軍は、こうした事実をありのままに報告したにもかかわらず、アメリカのメディアは空襲の結果を誇張して報道した。一方、爆撃部隊が空戦で被った損害が警備であったことと、 B-29 が収集したレーダー電磁放射からの情報によって日本のレーダーと防空力が無力であることが明らかになった。これを受けてアメリカ陸空軍は6月21日日本と朝鮮のほぼ全域を航空写真偵察するため一機の B-29 を発信させた。偵察は成功し、米軍は日本、朝鮮について より質の高い情報を入手することができた。八万空襲と同じ日に米軍がサイパン島に上陸したとの報道は、戦局の先行きを暗示するものであった。八万空襲により、日本の防空体制の深刻な欠陥が浮き彫りになった。当初第19飛行団は8機の B-29 を撃墜しさらに4機損傷させたと主張したが、すぐに、 ドゥーシャンディーワノビッチ対意識下のリンバー・ドゥーガンともう一機のたった二機しか撃墜されていないことが判明した。75機中に一機撃墜という数字は本土空襲する敵機を迎撃した比率としては低すぎると考えられた。日本本土には飛行場が少なすぎ、夜間戦闘に対応した航空機も十分には配備されていないことがこの空襲で証明された形となった。 また、迎撃に使用された、戦闘機、トリューは、B、B-29 よりも速度が遅く、軽武装で、さらにほとんどの機体にはレーダーが装備されていなかった。ため、B-29 を撃墜するには、性能不足であることも、明らかになった。一方、空襲警報体制は、この空襲では、機能したと言えるが、敵機を捕捉したレーダーは高度までは特定できなかった。 ため、さらなる改良が必要とされた。1944年6月15日から16日に、かけての8万空襲を皮切りに、アメリカ陸空軍は日本に対する戦略爆撃を、本格化した。8万は8月20日、昼夜2回にわたって、B、B-29K61 機による爆撃を受け、迎撃に当たった第4戦隊は、B、B-29 を含む、 計四機を撃墜するなどしたが、戸端、八幡市内では二百数十名の死傷者を出した。第二0爆撃機集団が九百四十四年六月から九百四十五年三月にかけて中国及びインド基地から行った空襲は四十九回に及んだが、マッターホルン作戦は未だその目的を達していなかった。他方、同じ第二0空軍霊下の第二十一 爆撃機集団は1944年10月28日からマリアナ諸島を拠点とした日本本土爆撃作戦を始めており、こちらの方が有効であったため、第20爆撃機集団は1945年初めにマリアナ諸島に移転した。1944年6月16日の八万空襲では目標とされた八幡製鉄所よりも、 むしろ市街地の方が被害が大きく、爆撃を受けた北九州五市では、八幡69名、小倉94名、戸端53名、文字34名、若松6名の計256名が犠牲となった。中でも小倉北区大手町周辺にあった、小倉陸軍造兵将は、施設に直撃弾を受け、学徒動員されていた10代の若者など、80名、 以上が命を落とした。こうした犠牲者を追悼するため、空襲から65年後の2009年4月5日、小倉北区栄章寺に、旧小倉陸軍造兵賞空襲犠牲者の石踏みが、混流された。異例非混流に尽力した、遺族会の工藤実雄代表は、この空襲で議定をなくしており、その時の体験について、妻と共に、 NHK 戦争証言アーカイブス上に証言を残している。同じく NHK 戦争証言アーカイブスで自らの体験を語った加藤明は証言の最後を次のように締めくくった。ありがとうございます。